79.5 Radio Mayhem. Hello. Drive. Friday. 皆さんこんばんは。本日金曜日のハロードライブハロドラは、好きな芋料理は芋餅道重さゆみと、好きな芋料理は焼き芋アンジュルムの上國料萌と、好きな芋料理は蒸したさつまいもの川村彩乃の3人でお送りします。この番組は月曜日から金曜日まで現役ハロープロジェクトと OG を中心とした日替わりメンバーが、深夜のドライブタイムやお休み前の皆さんに夜な夜な今時の女子トークをお送りしています。はい、というわけで今日はですね、自己紹介の時に好きな芋料理はをそれぞれ言いましたけど、はい、今回のこのテーマはですね、椿ファクトリーの尾形梨紗ちゃんが入れてくれました。おー、はい、うん、ということで、蒸した芋さつまいも、蒸したやつが好きなの？さつまいもを蒸して潰してくるめた食べ物が何か思い出せなくて、うん、なんだろう、でも美味しそうですね。美味しいです。あったかい？あったかいです。なんか蒸してもう潰すんですよ。あ、そうなんだ。みたいな、潰して、うん、ラップかなんかでくるんで、うんうんうん、なんかさつまいものボールみたいな、えでも美味しそう。感じがのやつがすごい美味しくて、お家で作ってたの？はい、それを作って食べてました。なんて言うんだろうね、料理名。わかんないんですけど。あるのかな、料理名。どうなんですかね。あのちゃん家でよくやったんだ。さつまいもボールみたいな。さつまいもボールね。かわいい。ちっちゃいね。一口サイズぐらいの。一口サイズで美味しいです。でもすごい食べやすそうだしね。良さそう。美味しいです。おすすめです。ね、で味付けも特にしててもお芋の、はい、お芋です。甘みだけってことだもんね。あ、素晴らしいね。素晴らしい、素晴らしいよね。そして神子は、私焼き芋です。焼き芋、いいですね、王道に。焼き芋フェスティバルっていうのが年に1回冬頃にあるんですけど、今年は行けなかったんですけど、結構行くぐらい好きです。え、東京にあるの？はい。その時はもういろんな種類の焼き芋を食べるみたいな。安納芋だって、安納黄金とか、キャロットっていうキャロットがあったり、ま、オレンジのお芋なんですけど、人参みたいな、はい、名前。結構もういろんな種類があって、めちゃめちゃ美味しいです。すごい楽しそうだね、そのフェスティバル。アンジュルムのメンバー確か何人か私が言って、うん、行ったメンバーいるんですけど、うん、すごいみんな良かったって言ってくれて。あ、そうなんだね、うん、はい、なので行ってみてください。あ、ね、行ってみますね。焼き芋フェスティバルで、はい、調べてみます。私は芋餅です。芋餅美味しいですよね。美味しいよね、もちもちで。なんか一時期芋餅作るのにめっちゃハマってて。作れるんですか？そう、なんか、モーニング娘。時代の、はいはい、本当にもう後半リーダーになってからぐらい、はい、もう家で夜芋餅を作るっていう、なんかもうすっごいお腹空いてて、夜なんか作れないかなと思って、なんか作っお姉ちゃんに教えてもらって作ってもらったんですよ。めちゃくちゃ美味しくて、もうそこからその夜に食べる芋餅がまたなんかめっちゃ美味しいんですよ。なんかお仕事から帰ってきて疲れて、なんかちょっと1時間ぐらい寝てしまって、なんか小腹空いたなって思ってパパって作る芋餅がもう当時本当に好きで、だからなんかそのどんな作り方だったか、もう本当に何年前だろう、 5,6 年くらい前の話だから、もう作り方はもう覚えてないんだけど、でもその当時はすごいハマってました。だから久しぶりにちょっとまた調べて、ちょっと作ってみたいなって今話してて思いました、はい、というわけで金曜日はこんなメンバーでお送りしていきますので、本日も最後までお付き合いください。ハロードライブハロドラ、今週の金曜日は道重さゆみとアンジュルムの上國料萌と、アンジュルムの川村彩乃の3人でお送りしています。ここからは金曜日限定コーナー。さて今週はさゆみん画伯のこれなんだ。はい、このコーナーは天才さゆみん画伯がお題で出された絵を描き、それを私たちがあらゆる想像力を駆使して当てるというシンプルな内容です。一人がさゆみん画伯の描いている様子を解説して、一人が何の絵かを当てます。ということで今回は私、川村彩乃が解説をして、回答者は上國料萌さんです。はい、お題はリスナーさんに送ってもらったものから出します。制限時間は60秒です。では天才画伯、準備はよろしいでしょうか？大丈夫です。はい、それではスタートです。いきます。はい、これは私大好きなので。大好き。 お題としては結構簡単ですか？簡単です。わかりやすいと思います。ただそのものは描けるんだけど、特徴が結構、確かに、意外とむずいかも。難しいかもしれない。ただまあそのものには見えるんだよね。ただここの先どうすればいいかがわかんないかも。確かに。何特徴なものあるかな。特徴なもの、特徴なもの、なんかそれっぽい。うん、そのでも、これを持たせて、ああ、大事ですね。大事だよね。なんだろう、これはね、結構でもちっちゃい頃にこれをよく描いてたから。ああ、
かわいい。10秒。残り10秒です。え、かわいい。かわいいです。あ、もう完成したみたいです、ね、めっちゃかわいい。久しぶりこんなかわいくかけたかも。え、結構嬉しい。終わりです。はい、こちらです、はい、じゃん。あー、わかりました。ハム太郎。え、すごい。え、ハム太郎です。ハム太郎です。早い。え、ハム太郎に見えるちゃんと。ここのこの目の上のこの茶色くなってる部分ね。境目と、あと、うん、多分ひまわりの種を持ってるからわかります。そう、ひまわりの種持たせたの。うん、ハム太郎ですね。すごい。うまくないですし。あ、ハムスターにも見えます。そうです、そうだよね、そうだよね、そうだよね、ハムスターからのキャラクターだとしたらって連想してくれたのかな。いや、もうハム太郎です。ハム太郎だよね。なんか最近ハム太郎カフェ行って。あ、そんなのがあるんですか。そう、でももう終わっちゃったと思うんですけど、その期間限定でやってて、うん、もう超可愛くて、はい、懐かしいですね、ハム太郎。いや、ハム太郎熱かったね、いまだに。やばいね。私は抜けないくんっていうキャラが超好きなんだけど。抜けないくん。そう、寝てないくん。抜けないくん。抜けないくんがいるんですか。そう、え、めっちゃ可愛いのよ。可愛い。抜けないくん可愛いよね。めっちゃ可愛い。めっちゃ体にはスポッてはまってそう、たまん、抜けなくなってる。抜けてる。お茶目な子です。じゃあ続いていきます、はい、次いきます。はい、それではスタートです。ポン。いや、でも1個目結構すごい質も一瞬で分かりましたから。これもね、髪型がもう私分かるんですよ。すごいです。私多分これ描いてって言われたら描けないです。あ、本当ですか。シャミ先輩、ただね、かなり難しいかな。どんなでも髪型に特徴がある。あ、でも髪型に特徴あるし、もう髪型が描けたんでいけるかも。すごいです。そうですね、この髪型ね。そうだよね、はい、もう今回あっさりスラスラ描けますね。しかも結構可愛く描けてる。いえ、なんかいけろ。ちょっと難しいと思います。でもカームが描けないのって結構難しい絵ですよね。じゃあ、なんだろう、私描けないです。テーマが難しいですね。テーマがちょっと難しい気がします。いや、でも結構いい感じ。何かが足りない気もするけど、いや、でもいいと思う。方法を完成しました。完成しました。終了です。はい、はい、じゃあこちらです。じゃん、わかりました。すごい、しずかちゃん。わかった。すごい、わかる。そのちょっとっていう、あの結んでるところがもうしずかちゃんの。そうなの。あ、でもツインテールだ。あ、ツインテールなの、しずかちゃん。一つでくぐってましたね。私一つかと思ってた。でもそのなんか特徴はありますよね。その先の特徴があって、はい、今1個しか見えてなかったけど、私には。でもツインテールなんだね、しずかちゃんって。一瞬で分かりました。でもそうだよね、はい、なんか服装とかもさ、なんかこういう小学生、はいはいはい、え、小学生だよね。小学生だよね。そうだよね。そう、小学生っぽい感じのイメージだったから。すごいです。すごいですね。そうなんですよ。そうなんですよ。そうなんですよ。神子がすごいんじゃなくて私がすごいんだよ。すごい。そうですよね。そうなんです。特徴が、私がすごいんです。もちろん最後に画伯ですね。ありがとうございます。それでは最後の1問いきます。はい、スタートです。なんか今回すごいスパンスパーと、スパンスパーですね。スピード感がすごいですね、うん、しかもすぐ答え、もう1分かからずにかけて、すごいです。なんかすごいよね。今回結構真剣にもう頑張って書いてる感じです。今回ちょっと待って、いつも真剣だから。すいません、すいません、違います、違います、違います。あのペンの書く量が多いんだと思います、多分。これは結構難しいかも。結構難しい。これあるよね。あります、あります。なんか私が思ってたところと違う、あの感じからです。あ、本当は違うところからなんか攻めちゃってる、はい、もしかして私。え、だけど全然超わかりやすいです。わかりやすいよね。いや、確かにそっちの方が。10秒。残り10秒です。はい、やばい。いや、けど多分わかると思います。5、4、3、2、1、終わりです。はい、お願いします。じゃじゃん、ライブ。あー、わかった。日本武道館。すごい、わかりました。わかるよね、はい、え、嬉しい。すごいわかりやすいですよね、はい、めちゃめちゃ。すごいです。っていうかそのまんまじゃない。今写真を見せていただいたんですけど、私たちがいつも客席から見る武道館のステージって感じの構図です。そうだよね、はい、私は外のなんか玉ねぎ型の屋根を描くのかなと思ってたんですけど、はい、私そっちの選択一切なかった。やっぱりあの長年武道館でのコンサートを見てるからか、こっちの視点なんだと思います。こっちのイメージの方がやっぱすごいわかりました。すごいよね、やっぱ
プ天才なのかもしれないすごいですね、はい、めっちゃ天才でした。今日3つは結構もう誰も文句言えない、うん、言えないですもん、はい、もう結構しかもお題も難しいお題で、はい、あ本当そうだよね、はい、やっぱり日白羊羹とかすっごいですね。普通の人は書けないよね、書けないですね、はい、だからやっぱ天才なのかさすがだ、タイミング白だから書けた天才でした、ね、この絵ですね、はい、ありがとうございます、ちょっと嬉しいですはい、はい、今回の天才催眠画伯の絵はブログに載せるので絶対にチェックしてくださいお願いします。リスナーの皆さんからも天才催眠画伯に描いてもらいたい絵があったらじゃんじゃんリクエストしてみてください。続いてのコーナーはこちら、ふつおた係。このコーナーはその名の通りリスナーの皆さんからいただいた質問やちょっとこれ聞いてなど普通のお便りを紹介していきます。まずはこちらです。ラジオネーム青森のくまむさんからです。ありがとうございます。ありがとうございます。せい様、くみこ様、川村彩乃様、こんばんは。こんばんは。春ドラやっている時間はいつも寝ちゃっているので YouTube に上がったタイミングで欠かさず聞いています。ちょっと前に握手会でかみこちゃんから春ドラメールください、多分読まれる率高いですと言われたのでメールしてみましたありがとうございます。自分はさゆ、奥様が矢島まゆみちゃんと同い年です。10代の時はあんまり寝なくても平気でしたが、最近夜遅くまで起きられなくなって11時には眠くなってしまいます。なので春ドラがリアルタイムで聞けないのが悩みです。眠さんを我慢する方法、もしくは寝なくても次の日元気で過ごす方法を教えてほしいですとのことです。いや、はい、いいんです。ハロドラはもちろん聞いてほしいですけど、はい、でも11時にちゃんと寝るっていうその、うん、偉いですね。偉いですね。羨ましいです。なんか、なんか最近はもう全然ね、うん、11時には寝れなくなっちゃいました。私も最近はもう絶対ハロドラはリアルタイムで聞いてます、あもう聞ける時間にはラジコで聞いてますね、そうですね、けど聞いてほしいんでやっぱ、うんうん、眠さを我慢する方法、そうですね、教えてあげたいですね。ぜひね、リアルタイムでもね、 YouTube でもね、もちろん、はい、聞きますけど、2度聞いてほしいですもんねってなるとどうしますか、何がいいですかね、おすすめの。私はやっぱり外で寒い風を浴びるのが一番だと思います。いやいやいや、マジで本当に本当です。眠い野生ですね。一回外に出させる、はい、あのじゃあ夏だったら、夏は扇風機の前とかで、いや外で暑い空気にとか、そうですね、暑いとやっぱ暑い、寝れないじゃないですか、まあ、暑いなら眠れなくなっちゃうね。やっぱり眠い時はやっぱり外に出るのが一番です。あ、ほんと、はい、すごいね。そうそう、でちょっと風を浴びて、ちょっとなんかラジオ体操第一位ぐらいやったら多分夜なのに、多分朝じゃなくて目が覚めますね。あ、ほんと、まあ、ラジオ体操は目が覚めそうだけど、はい、その後にラジオ聞くっていう、とてもいいルーティンになると思いますなるほどね。じゃあ、ありますか、神子は。私は眠い時寝ちゃうんですけど、うんうんうん、やっぱカフェイン取ったらいいんじゃないですか。あー、コーヒー飲んだり、最近はそういうなんかドリンクあるじゃないですか、眠くな、あー、そういう、もうエナジードリンク、うん、エナジードリンクね、そういうのをもう飲みまくったりとか飲みまくった, くったらその後も眠れなくなる。あ、確かにそれもかわいそうですね。なくなっちゃいます。だから帳尻合わせて、はい、いい感じに半分とか、はい私はやっぱでも好きなことをしてる時ってやっぱ眠さってどっか行くじゃないですか、はい、確かに確かに。だから、まあ、この方はその神子の握手会とかに行ってる方だから神子の動画とかを確かにずっと見てれば1時間はあっという間だと思います。11時から眠くなって神子の見始めたら、うん、ちょうどいい感じに1時間絶対あっという間だよね。そうですね。だってアンジュルムのライブとか MV だったりとか、まあ、あとライブ DVD とかだったらもうずっと見ちゃいます、ね、そうだよね。ハロノラの時間になってもまだってやってるもん、ね、読めば始まっちゃう、始まっちゃうぐらいのね。しかもちょうどこう終盤のいいタイミングでだから、まあ、もしその場合はね11時より前から見始めたり、ちょうどいい感じ最後終わってハロドラ見始めるっていうね流れにしていただきたいですけど、はい、まあそういう風に好きなことをしてたら時間を忘れられるんじゃないかなって思います。はい、はいはい、じゃあ続いてお願いします。はい、続いてはこちらです。ラジオネームカレー100人前さんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。金曜ハロドラの皆さん、こんばんは。こんばんは。道重さんがイメージキャラクターとなっているポスター見ましたよ。ありがとうございます。めちゃめちゃかっこいい。キャッチコピーもいいですね。始まる時はいつだって強引だ。道重さんが歩いてきた道、ポスターの表情、そしてキャッチコピーがドーン、全てが一体となってなんかもう素晴らしすぎます。ここで質問。アンジュルムのお二人は道重さんにどんなキャッチコピーをつけますか？道重さんはアンジュルムのお二人にどんなキャッチコピーをつけますか？表情や衣装のアイデアも教えてください、とのことです。そうなんですよ。宣伝会議の編集、ライター、養成講座の春夏ポスターに起用していただきました。
すごいですね。そうなんですよ、7月下旬までいろんな駅で、はい、あ、はい、いや、めちゃかっこよかったです。あ、本当見ていただきましたか、はい、吸い込まれました。あ、本当嬉しい、はい、です。ありがとうございます。私も結構友達とかからも連絡来て、なんかすごい反響大きくて、あ、いいですね、嬉しいなって思いましたね、はい、はい、どうしますか、キャッチコピー決めました。さゆみ先輩ですよね、はい。え、決めた？決めました。ありがとう。考えてきました。今日あの考えながらこう決めました。決めましたか、はいはい、何ですか？じゃあ、えのちゃん教えてください。じゃあ、私からいきますか？どっちからでもいいんですけど。私からいきます。じゃあ、かみこから、はい。伝説のアイドル、道重さゆみ。ですね。やっぱり、卒業された今でも、その、うん、芸能界でも、すごいいろんな方に、すごい、うん、もう、なんだろう、めっちゃ好かれてるじゃないですか、うん、ありがとうございます。確かにアイドル的存在がこのグループを卒業したされた今でもっていうのもだし、うん、なんならハロープロジェクトの現役メンバーでもすごい道重さんが憧れですっていう感じがたくさんいらっしゃるじゃないですか、うん、やっぱすごいなと思うんですよ。ありがとうございます。なんかそういうところがもう伝説だなと思います、はい、うん、ありがとうございます、嬉しいです。じゃあ、はい、あやのちゃんは私もいきますね。はい、お願いします。光ファイバーの可愛さ、どういうこと？道重さゆみ、はい、光ファイバー、ちょっと考えてきたんですよ。とりあえず、うん、あの解説しますね。光ファイバー、光ファイバーとはあのガラスやプラスチックを引き伸ばしてできる繊維状の通信線で、あの電気信号を光に変えて情報を伝達するケーブルということで、うん、ケーブル、うん、光ファイバーっていうケーブルがあるんですけどガラスやプラスチックでできているということでガラスのように透明感があってキラキラで、そんな道重さんの可愛さがもう高速通信でいろんな人にたくさんの人の心にうって届く、うって届く存在が、ケーブルってこと？あの存在が道重さんだなと思ったので、なるほど、あの光ファイバー級の可愛さです。あ、でもなんかこう、え、どういうことってなるから、うん、こうなんか目を引くかもね、はい、いや、ちょっともう、しかも光、道重さんは私のイメージですごいキラキラ、うん、が似合う方で、はい、でファイバーってなんか強いじゃないですか、うん、ファイヤーみたいな耳的に強いよね、言葉が強いんで聞こえ的に、うん、あの いい言葉だと思って、でいっぱい検索したら、うん、あの理由もいい感じだったので素晴らしいですね。素晴らしい、でも確かにインパクトは強いですね。強いかも、あんま聞いたことないしね。そうです、光ファイバー誰みたいな、だからやっぱ誰とも被らない感じも、はい、いいかもしれないですね。おすすめしますんで、ありがとうございます。私すごい難しいんですけど、あやのちゃんは、はい、やっぱりあのコーチが生んだスレンダーアイドルとかがいいかなって思いました。なんか恥ずかしい、ありがとうございます。なんかやっぱ、うん、あやのちゃんはコーチのイメージが強い、はい、強いね、コーチ弁とかもすごいよく使ってるイメージもあるし、はい、なんかしかもコーチから芸能人がたくさん出てるイメージは、うん、確かにやっぱなくって、小ニーズぐらいですね、ちょっとぐらい、そうだよね、だからやっぱそのコーチを押してほしいなっていう気持ちがあるんですよ、はい、だからやっぱコーチっていうのは絶対入れたいなと思って。そうですね。で、私的にはあやのちゃんといえばもう足がスラッとして、めちゃめちゃぜひそこをどんどん出してってほしいなって思うから、もう衣装もミニスカートで全身でもうかっこよくなんかこう立っててほしいなって思います。 ありがとうございます。そうなんです。それを胸に刻んで活動していきたいと思います。はい、神子の瞳に一目惚れ。私の気持ちみたいになってるけどなんか恥ずかしいですね。よくない？いいです。私の瞳に一目惚れ。そう、はい、そう、神子の瞳に一目惚れ。ありがとうございます。じゃあそれね、キャッチコピー、はい、今後なんかもしなんか番組とかで結構聞かれることあるじゃないですか。あ、なるほどね。で、いつもないですって言っちゃうんで。あ、なるほどね。ちょっともしそういう機会があったら使わせていただきます。本当？ぜひ、じゃあ OK が出たってことですよね、はいはい、キャッチコピーお互い言い合うのめっちゃ照れるね。そうですね、すごい恥ずかしいよね、今この空間、はい、恥ずかしいです。嬉しい恥ずかしいって感じですけど、はい、じゃあ続いていきたいと思います、はい、ハロドラネームカンガルーの腕枕さんからです。どうもありがとうございます。ありがとうございます。金曜ハロドラメンバーの皆さん、こんばんは。こんばんは。金曜メンバーの皆さんは地方出身の方ばかりなので、せっかくだから方言で話しているところが聞きたいです。急に方言で話してと言われても難しいと思うので、校庭に犬が入ってきたというシチュエーションで話してみてください。よろしくお願いします、とのことです。はい、おー、じゃあ同級生っていうか、はい、同級生、そうですね、同級生で、うん、そうだよね、方言って結構敬語だと出ないから。ないですね。じゃあ早速やりますか。はい、じゃあ3、2、1、9、キャー
キャー、ね、ちょっとやばいやん、犬入ってきたけん、ちょっと先生呼んできてくれ。いやいや、犬のところ行こうや、一緒に。無理無理、怖いやん、かわいいやん、無理って言っちゃうやん。先生呼んできてくれ、ちょっと早く呼んできて。先生先生来て。ちょっと無理無理。いやいや、かわいいけど、やっぱほら一緒に行こうや、やっぱり。あれじゃあ一人で行ってきや。一人で行くの恥ずかしいけど、なんか。じゃあ名前どうする、このワンちゃん。このワンちゃんは、うん、じゃあなんか、まあ、はい、校庭に入ってきた犬だけん。校庭校庭でいいよ。校庭、校庭。校庭でいい。校庭。校庭。かわいいね。かわいい。っていう感じで大丈夫ですかね。やばい。どうなんだろう。方言キャッチコピーに続けなんかすごい照れてたね。いやでも結構自然だった。みんな下の方というか、はい、九州寄りじゃないですか、はい、高知も山口も熊本も、はい、だからなんか似てるよね。そうですね、なんとかやけとかなんとかやけんだもんね。けんですね、なんとか、はい、キーですね、なんとかキーか、キーです。でもなんかなんか似てるよね。そうです、はい、イントネーションとかはなんか似てるかな、似てるかなと思いましたね。だからすごい出やすかったかも。確かに同じ系統な感じはしました。はい、なんかどんどん自分の地方にこういう方言があったんだなって思うような感じになってきました。あー、なるほどね。私の地方だと2個方言があって、うんうん、ちょっとしか変わんないんですけど、はいはい、ヤキーという人とヤケーみたいな感じ。ヤケンもいるってことですよ。だから結構2つの方言が混じり合うことも多いんで、今回は本当に同級生みたいでした。あ、なるほどね。すごいすごいね。すごい面白かったです。なんかすごかったね。みんなもうすばーやっぱ方言だとね、なんかちょっと自我がさらに出る感じが。何でね、我が我がみたいな出ちゃうよね。なんだろうね、この感じ。すごい、でもいいメッセージでしたね。なんか楽しかったですね、はい、またこんなコーナーもね、はい、できたら嬉しいなと思います。というわけでハロドアではこんな感じで皆様からの質問や私たちに聞いてほしいちょっとしたことなどいろいろとお待ちしております。深夜20時からお送りしてきましたハロードライブハロドラ、そろそろお別れの時間です。さて今夜のハロドラはいかがでしたか。なんか最後の方でなんか照れて笑うことが多かったので、ね、方言がね、なんか今心拍数がすごい上がってます。なんかいやでもすごい楽しい空間でした、はい、しかも校庭っていう名前のテンパってる感が出てるよね。もうそのまんまだもん、何のひねりもないね。ストレートにイントネーションだけ変えてあるから校庭、ね、校庭で校庭でもなんか可愛いね。校庭来てみたいな。いいネーミングでしたね。はい、はい、というわけで番組ではツイッターで番組に関するツイートをお待ちしております。ハッシュタグハロドラをつけてツイートしていただければ私たちが漏れなくチェックいたしますのでよろしくお願いします。そしてハロードライブの番組ホームページもチェックしてください。レディオネオのトップページのバナーからアクセスできます。それではここでお知らせです。5月2日埼玉スーパーアリーナ内のケーブステージにてビバラポップ2019が行われるんですけれども、私も出演させていただきます。ぜひたくさん応援よろしくお願いします。そしてアンジュルムからもお知らせです。アンジュルムコンサートツアー2019春輪廻転生が4月6日土曜日、今日からハーモニーホールザマよりスタートします。愛知県では4月28日日曜日、日本特殊陶業市民会館ビレッジホールにて行います。このツアーのファイナルはですね、6月18日に日本武道館公演になります。和田彩香さんのラストのコンサートになります。ぜひぜひたくさんの方に見ていただきたいなと思いますので、遊びに来てください。よろしくお願いします。お願いします。そしてアンジュルムのニューシングルのお知らせです。恋はあっちゃあっちゃ、夢見た15が4月10日に両 A 面シングルでリリースされます。とても盛り上がる曲だったり、アンジュルムを感じられる曲になっていますので、ぜひ皆さん聴いてください。よろしくお願いします。お願いします。はい、ということで来週月曜日は鈴木ありちゃんとジュースジュースの宮本かりんちゃんのお二人でお送りします。来週も深夜24時からチェックしてください。それではハロードライブハロドラ金曜日、ここまでは道重さゆみとアンジュルムの久美子涼萌とアンジュルムの川村愛乃の3人でお送りしました。それでは皆さん、 Have a nice weekend!